それでは時間になりましたので、2コマ目をお願いします。はい。それでは、午後の、1回目を始めます。1つ質問が出たので補足をしておきますが、今日あの辺を足すとペロンフロベネス固有値が増えるというやつで、そのこと意味がちょっと曖昧だったかもしれませんが。線を増やすっていうのは、そのこれになんか1本線を付け加えるわけですが、その頂点も同時に増えていいんで、だからここからだとその、例えば、ここに辺を足すっていうのは許されているわけですが、これは頂点が増えてないですが、この以外にも、ここに1本足すとか、ここに1本足すとか、他にこういうふうなものが全部許されている。こういうことをすると、ペロンフロベネス固有値が増えるということを、認めたわけです。こういうのがあるから、その例えば40点でペロンフロベネス固有値にっていうのがありましたけど、だから40点を含んでいるグラフっていうのは、この40点に、こういうやつですね。これがベータが2のグラフなんですが、40点を含んでいれば、これに次々足していくことによって作れますから、それをで1回ごとにペロンフロベネス固有値が増えていくから、40点を含んでいれば、ペロンフロベネス固有値が2より大きくなってしまう、まあ、そういう論法であったわけです。はい、まあ、これは置いといて。で、やってたのは、これですね。これで、これが AN の。だから一般的には AN の弦というのは高位圧のリニアスパンなわけですけども、あの典型的な弦という意味でもうよくこういうふうに書いてます。あとは線形に伸ばすだけなので、こういうのを、よく書きます。で、こっちは N たす1。で、ここが長さ N で、長さ1の尻尾を ETA と同じやつをつける。で、これでなんで大丈夫かっていうと、これが和とか積とかスター演算を保つということをやるんですが、まあ、和はどうせ線形伸ばしてるんだから問題なくて、で、まあ、スターあるいはダガーっていうのもまあ問題なくて、だから積、問題積ですね。積は、こうですね。こういうのがあると、これは、だからこういう絵ですね。これはクロネックスクワーデルタのこことここがクロネックスクワーデルタで、で、残りが、まあ、よいしょ。クロネッカーデルタで、左と右がくっつくと。で、これクロネッカーデルタがありますから、終点が違っていたらもう必ず XC2 と ETA1 は必ず違いますから、必ず0なわけです。で、だから終点が同じ時だけ考えればいいよね。その時は XCETA もと ETA2 も終点が同じなので、こういうふうにくっつけてストリングにすることができます。あ、こう。で、これをそれぞれ、埋め込むと、でこれがまあ AN の中の式だとすると、AN たす1に埋め込むわけですが、それはこう尻尾がつくわけですね。だから、こうあって、こう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 。で、ここに、ETA1
イータ、あ、これじゃあイータ。イータ、イータと来て、で、イータでワを取ってるんですが、ここは本当はイータダッシュなんですね。イータダッシュ、イータダッシュ、こっちと右と左別々のものが来てますから、こうなんですが、ここでクロネッカーデルタを取るので、揃ってなければゼロなんですね。だから、ここは、揃ってる時だけ考えればいいと。ここの、ここのクロネッカーデルタが取るので、尻尾の部分が違っていたらゼロです。だから、ここ同じものが来るしかないので、こうです。で、この時点で、だからもうこの終点と終点が一致しているということしか、状況 しか考えなくていいわけですね。他の時はどうせゼロですから。で、そうすると、こうなって、こう、こうで、で、尻尾が引いた、引いたと引いて、で、それはこれを埋め込んでるんですね。だから、バラバラに埋め込んでからかけても、かけてから埋め込んでも同じものですね。だからこれで、缶の埋め込みが。まあ、正確に言えば埋め込み写像があるって言った方がいいのかもしれませんけども、これで AN は AN たす1の部分集合だと、部分間だと思っています。これだからどんな風になってるかっていうと、例を挙げると、今朝書いてた例だと、プラッテリーダイアグラムを書いてくると、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
は、だから前の段階はこうですね。ここが、この段階で、M2C プラス C なわけです。それからここが2241だから、この段階で、で、これがこう入ってるって言ってるんですけど、この埋め込みどういうことかっていうと、こういうもんですね。ここの弦っていうのは行列だから、こう書けますね。ABCDEF がそれぞれ複素数、スカラーとすると、M2C プラス C プラス C の弦はここにこういうやつです。でこれがどう、こっちでどう思ってるかっていうと、この2が2っていうのは、これがそのまんまコピーされてるので、これはこうですね。で、ここに、これ、次の2もそのまんま来て、問題は次で、ここは4、4が来てなきゃいけないんですけど、4、4はこう入ってる。いい。書いてないところは0です。で、ここは0。このようになっていると。これがその今言ったストリングアルジェブラの埋め込みをちゃんと成分で書いたものです。だから ABCD っていうその ここですね。ここの弦に関して、共通の尻尾をつけるっていうのは共通の尻尾がここから始まってますから3本ありますね。だから共通の尻尾をつける、ここにイータイータってつけたやつがこれで、2番目のところにイータイータって共通の付け出たがこれで、3番目のところにイータイータって付け出たがこれです。で、3番目のところは、パスの、次元が 4次元4本あるところにこの2から入ってますから、あと1、1と上から来るのがあるので、こうですね。だから、4、4行列間の中にこういう形の行列が入っている。そういう埋め込みになっています。で、最後のところはただ1本がそのまま来ている。こういう埋め込みになってます。すみません。埋め込みの例とはあんまり関係ないと思うんですけど、はい、そのブラッテリダイアグラムって言ったときに、なんかパタパタ折り返した構造じゃないような、なんか今そのグラフって左下に棒が伸びていて、
なんか折り返した格好になって、なんかこれ違います。間違ってますね。ここに余計な線が入ってますね。間違ってしてるでしょ。そういうのは考えないっていう。こういうの、今あるような余計な、あの折り返しじゃないぐらいのを考えます。というか、ブラッテリーが最初に考えたときは折り返しじゃないのを考えた。だけど、今、この今日、というか、今週やる話のときは全部折り返しのものしか出てこないので、あのこの例だけをしてみます。わかりました。ありがとうございます。失礼しました。これは合ってますね。だから、この説明は合ってますね。はい。はい、まあ、こういうふうになってる。あるいは別の、もっとさっき言って一番簡単な例でやるともっと分かりやすくて。これですね、ここにあるやつ。まあまあ、一番簡単なグラフは、というか一番簡単なグラフというのはこれですけど、これは1、1で、こう、ブラッテリーダイアグラムを書くとずっと1のままで増えてないので、それは、ね、考えてもしょうがないので、これじゃない一番簡単なやつは20。でこれっていうのは、だからここに ABCD みたいなのがあると、尻尾をここに尻尾をつけてるっていうのは、4、4の中でこう埋めしてるわけですね。で書いてないところでも。2、2行列を4、4行列に埋め込むときに、こういうふうに多重度2で、対角に並べている。こういう埋め込みをそのちゃんと、エクスプリシットに規定をつけて、書いたのが、この今のストリングアルジェブラの埋め込みです。まあ、だからこういうふうに、ね。で、これでその間の増大列ができたね。その増大列の和を取って無限次元の間を作る。なんかこういうふうにして無限次元の間を作るんですが、だからさ、最終的には無限次元の作用と間を作りたいんですけど、元になるデータはこういう有限グラフかな、有限的なもので、全部、その後からもっと出てくる無限次元の世界でのいろんな操作も実は全部有限次元の行列のところで、話が済んでいると、まあ、そういう話をしたいわけですが。はい、それで、でこれだけだとまたあんまり大したことないですね。次に、AN 上に、これ、TR とか書きますが。TR って書いてるのはその線形代数のトレースと大体同じで、線形代数のトレースっていうのは、線形代数では、まあ、こういうのを考えるわけですね。対角成分を足したものがトレースであって、そうするとトレースの AB は、トレースの BA になってるって、その有名な式があって、あとトレースの I は、I というのは、I って、これが単位行列、高等行列ですが、単位行列の時は、対角に1が並んでて、それを足しますから、次元が出てくるわけですね。まあ、N、メタ I の際ですね。こういうふうになってると。で、あと、あるいはこれ、固有値を足したものになってますから、この、A が半正という値。A が半正定値のときは、トレースが、を取ると0以上になっている。で、しかもイコール0になるのは A が0のときだけですね。こういう値が全部0の。の、うん、あ、いや、半正定値で、かつトレースが0であれば、A は0しかない。まあ、こうなってこういうふうな、大体こういうものを作ろうとしてるんですけど、今、もっと最終的には無限次元の間の上でこういうものを作りたいんですが、トレース i を取ると、その、サイルが出てきちゃうんですけど、最終的に無限次元にしたいので、n が出てくるのは困るんですね。で、これ、n で割っておけば、
単位単位行列はまあ1倍するってことなので、もう1と同位しますか。だから、こういうふうに、こう N では、サイズで割っておけば、こうなって。だから、これがそのある種の正規化で、高等差予想の時にトレーサーが1になるようにしたいんで、これを、真似します。こういう状況を、今、ストリングアルジェブラで真似ています。そうすると、線形写像なので、その規定の行き先を決めればよいわけですが、それはこのように定義します。クロネッカーデルタで、左右が揃っているときだけ、残ると。で、ベータの、まあ、AA なので、ニューのレンジの、こう、と定める。これどういうことかっていうと、こうあって、でここが終点、共通の終点 A というのがあるわけですが、C と η が揃っているときだけノンゼロ。で揃っているときは、β マイナス n で、この A というのが、これが、この A で、これ A ですね。から、この終点の A を取ると。こういうふうにして、これだからどういうことかっていうと、今みたいにこうブラッテリーダイアグラムがこうあると、なんかこんなふうにこうずっと、ちょっとこうあって、で、なんかこんなふうになってるわけですが、行列間がいくつか直和されてるわけですね。でそうすると、トレースでその xy と yx で値が同じようになろうとすると、ここのところでは、これ、それぞれの行列間1個に制限したら、それ、普通のトレースのスカラー倍しかないです、もう選択は。でそうすると、ここに、普通のトレースのスカラー倍、ここにトレースのスカラー倍、ここにトレースのスカラー倍が来て、で、それを足したものがを定義しようとしてるんですが、その時の、その、おのおのの MNC のところで、どういう重みをつけるかというのが問題で、それは終点によって決まるわけですね。これだと、この絵だと終点が3通りあるので、これによって決まるわけですが、終点のペロンフロベニウスウェイトをつけて、で、ベータで N 段階、マイナス N 字をしなさいと。こういうふうになっている。で、これが、まず、埋め込みと果敢である。埋め込みとコンパティブル。そうすると、C、まあ、そうか、ETA はここに書きたいから、C1、C2 にしましょう。で、こうすると、これで、これの行き先が、今、まあ、ここ A とか書いておきましょう。クロネッカーデルタの、ベータ、マイナス1、2、2。で、これを、一つ下に埋め込むと、こうなんですが、共通の尻尾が、この長さ1です。長さ1のイータっていうのがついて、なんか変なみたいに見えます、ね。イータです。イータっていうのをつけて、で、これを、で、トレースを施すと、どうなってるかっていうと、これでイータで和を取ってるんですね。C1、C2 が違っていたら、尻尾をつけてもやっぱり違ってますから、それは0ですね。だから残るのは、C1 に ETA という尻尾をつけたやつと、C2 に ETA という尻尾をつけたのが同じってことですけど、尻尾は同じのつけてますから、それはこれと同じですね。クロネッカーデルタは上と同じものが来て、で、今度、ここの頂点が A で、ここの頂点は B とすると、今度は、ベータが
1個。さっきは N 乗、マイナス N 乗だったけど、長さが1個、尻尾がついて伸びたから、マイナス N たす1乗になって、で、ミューの B と。こうなってるんですね。で、これ A は固定されてます。で、B、イータが動くから B も動きます。だから、これは、ちょっとね。こうして、ここからいろんな方向にイータがあり得るので、まあ、B ダッシュ、イータダッシュみたいにすると、こんな風に、ここはいろんなチョイスがあります。で、輪を取ってるわけです、全てに。そうすると、こう、イータについて、これイータですよ。腕の下まで。イータで輪を取ってるんですが、まあ、ここの中にイータはないですね。あるのは B です。そうすると、だから A という頂点が固定されていて、そこからこう長さ1だけ伸ばすわけです。で、長さ1が伸ばして、その B について、ニュー B の輪を取ってるんですが、これは、A の隣の点のペロンソラベニュースウェイトを足しなさいって式ですね。で、2本あったりしたら二軸に解答されるんだね。だから、ここから出てくるのは、この状況で出てくるのは、あそこにあるうちの、これですね。ニュー B。ここだけ。ここを見ると、イータについて、輪を取って、ミュー B となってるわけですが、これは、A から見て、隣の点の、重みを全部足してきてるんだから、追い打ちベータがかかって、ミュータ A にこうなってる。だから、そこ、丸のついたやつを足すと、ベータがミュー A になって、で、ベータがここで1個キャンセルされる。そうすると、マイナス N 乗になって、ミュー A が出て上と同じ式ですね。だからこれが。こうなってる。だから埋め込んでから、トレース取っても、埋め込む前にトレースを取っても、埋め込んだ後でトレースを取っても同じものである。だから、well defined である。だから、より。AN たす1乗でもっていうのを埋め込んだっていうんですね。だから、でそれはあの辺に書いてっていうと、その3つちょっと分かるところにその重みが、待ってるわけですが、トレースの重みがあるわけですが、トレースの重みは基本的にミューのペロンプロビニスウェイトでの終点で決まってる。あと、ベータのマイナス N 乗っていうのは、まあ、正規化のためについてるんで。であとはこれでトレース1が1にもなってます。1っていうのはそのある意味長さ0のパスだと思えるので、1のアイデンティティですね。もうただ数字の1って書いてるんですけど。まあ形式的には、長さ1の、すみません、長さ0のパスっていうのは、こういう式で、ベータの0乗が効いてきて、で、ミューの終点っていうのは始点と同じだから星なので、1にノーマライズ正規化してます。だからこう、あるいは長さ0のパスが、ストリングが気に入らなかったら、まあ、長さ1のところでやってもいいですけど、まあ、同じことですし。だからこうなんです。それから、あと、トレース、XY イコール、トレースは X を書く。まあ、これも簡単です。
こういうふうに、C1、C2 というペアで作ったストリング、ETA1、ETA2 というので作ったストリングで計算すると、まずかけたときに、真ん中のプロネッカーデルタが出て、で、残ってるのが C1、ETA2 で、こちら側は、で、これでまたこれのクロネッカーデルタが出て、で、あとそのベータのマイナスとミューのここをまあ、これ、で、その終点が揃っているときしかノンゼロにならないので、ここはもう終点、ここが AA と揃っているとして、こちらも同じように、デルタのでベータのマイナス。これは当たり前で。もともとだから揃ってると、そのイータイータみたいに揃ってるところだけ足すっていうのが普通の行列で言えば対角成分を足していることになってるんで、で、だから対角成分を足している限り普通のトレースで、で、普通のトレースと違うのは重みだけの問題ですけど、今これ終点が揃ってる AA というふうに、揃ってる時だけ考えてるので、揃ってるときは、そのもう普通の行列間の重みも関係なく、上と下で共通の重みがついてますから、だからこれは普通の線形代数のトレースが、トレースの中で AB と BA が交換するということと全く同じ、もので、まあ当たり前です、ね。まあ、だから重みがあるんだけど、それは共通の重みがついているので、まあ、あんまり特に考える必要がなかったということです。で、次に、だからこれで、トレースは、これより、PR は、ここで定義されています。A1、A2、A3 ってだんだんその長さが伸びていくやつが、同大列なので、その、番が同大列になっているので、埋め込まれたりも最初、埋め込み写像は使って同じものだと思ってるんで、こういうふうに同大列になっているので、そうしたら、この全部輪を取ったものっていうのが考えられますね。これは無限次元の番です。これは無限次元の。あ、すみません、はい、企画家のところが分からなかったんですけど、はい、まず1って書いてるのは、はい、なんか二重線というか、具材1、具材1みたいなのを、全部のパスについて。あ、そうです。だからまずじゃあちょっと、こういうふうに書きましょう。1っていうのは、ある意味、長さ0のパスなんですが、なんかここにあるって、でもそれは、長さ0のパスっていうのは A1 に埋め込むと、必ず、ここから始まって、この同じものが揃ってなきゃいけないから、だから1っていうのはこう、ね。これ長さ1。スターから。スターから始まる長さ1のパスで、イータイータっていうのが長さそれだし、でも次にもう一回読み込むと、それでもありますね。イータっていうのは今度長さが2になって、で、スターから始まる。で、それがイータイー次のところに。イータイータと揃ってなきゃいけないね。そうですね。だから、1っていうのは、まあ、こういうし、高等裁縫っていうのはこういうやつなんです。一体、定義通りで、まあ、これをかけて、これが情報単位源であるということは、定義からも正しい。これは、普通の行列でいうと、その対角 II っていうところに1が入ってるのを並べてるってことだから。でそのトレースが1になってるっていうのは、そのベータのマイナス N 乗とかあるんですけど、その辺はなんか。これでトレースを取ると、あれ、例えばこれで見るのと一番分かりやすくて、これだと、ベータ分の、ミュー A みたいに足してるんですが、この A っていうのはスターから隣の点を足してます、ね。だから、スターの隣の点を足していくと、ここが1にノーマライズされてます。だからこの1のベータ倍になるので、これが1です。ありました。他のも同じ原理でと。ありがとうございます。
だから、だからスターのところでミューが1になるようにしたっていうのが、このトレースの1が1に行くようにしてあるって、そういう意味です。はい、ありがとうございます。で、こっちに戻って、無限次元の感じが、ここの上で定義されている。で実は、もう、これしかないんです。一時的に、これだけで、一時的に決まってます。これは、だから、普通のそのトレース XY イコールトレース YX みたいにしようとすると、もう今定義したこれ1種類しかないということがわかります。どういうのかっていうと、またこういうので、ブラッドリーダイアグラムを書いて、どっかの段階でこう、まあ、3つぐらいにします。直和因子が、こう、3つあるとしましょう。そしたら、トレースっていう制限から、その、それぞれの、ここは NN 行列間ですから、その中では普通の線形代数のトレースのスカラー倍しか許されないわけです。だから、決めなきゃいけないのは、そのスカラーが何かっていうことだけです。で、この中で、例えばここが MNC みたいになってる、ちょっとミニマムのやつはこうですね。これの行き先を決めればよい。そうすると、でそれぞれのところでこういう一箇所だけ位置が入っているやつ。こういうののトレースの行き先を決めればよいと。だから、トレース。これを並ぶと思います。ものを、なんか、そうですね。文字が足りないなんでしょうか。ラムだ。これを、ラム、ここ横が、まあ、傾向だ。傾向。あると、これは、まあ、ラムだ。傾向。これは定番の。ラムダ系と。で、ソフトマン、まず、重みが0は許されないので、で真に正です。そうすると、この状況で、ラムダ1、ラムダ系と、こういうのがあるんですが、これがどういうふうになっているかって、実はこうなんですね。例えば上でこう、上でこう見ましょう。で、ここで、これの行き先がラムダ1なんですが、これがその下の段階でどうなってるかっていうと、なんかこんなふうに折り返されて、こんなふうになっていくんですが、これが、だってここに1個だけ入ってるとすると、それが1、1、1、2、2、2かな。こんな風になる。だから、ここでその多重度1だったやつが、ここへ来ると多重度2になるわけですね。それから、ここが多重度2になる。だから、そういうことを考えると、で、ここ、だからこれ3個あるから3個あるあって、これの行き先を考えると、これ、行列が決まって、ここに、グラフの隣接行列。リンって導入した。まず、ジェリティングです。グラフの、その、頂点 A と頂点 B が何本つながっているかっていうのを成分にした行列があって、で、それで、ここに今度は、ミューっていう字を使っちゃったから、ミュー。こうなってる。それはどういう意味かっていうと、ここの重みが、
ラムダ1、ラムダ2、ラムダ3だとすると、ここで、ここの重みがニュー1、ニュー2、ニュー3だとすると、ラムダ1っていうのは、これだから2倍のニュー1、プラス2倍のニュー2です。それから、ラムダ2っていうのも、この同じように考えると、ここが1だとすると、1、1、1、2、1、3、3、3、6、3ですか。だから、ラムダ2は3倍のニュー1プラス、6倍のニュー2プラス、3倍のニュー2プラス。こんな風になってる。で、ラムダ3も同じように。これは対象だから、2倍のこんな風になってる。だから、なんか行列が、グラフから決まる行列があって、で、それでこういう風になってる。で、ここがその何段も、ここが、まあ、これが、2段下、1段下に下がると、それは違うグラフの集合に、違う頂点の集合に行っちゃうので、2段下に下がると、この同じものだと、ね。だからこれだと、ここからここに来て、これ2回行ってますね。だからこれは、ここに一般にはデルタの何とか乗ってのがつくんで、まあ、まあ、上場みたいなのがつく。こんな風になってくる。で、そうすると、そうすると、ラムダ1、点点点、ラムダ K っていうのは、どこに入ってるかっていうと、どの M についても、デルタの M 乗で、ここは、プラスの数が K 個並んでる、ね。プラスの数が K 個並んでるベクターに、行列を M 個、つけたと。こういうふうになる。で、実は、まだこれも、また、何にも証明も説明してないですが、実はこう、これがすべて、これ、デルタが、1乗、2乗、3乗となってから、だんだんこれあるのに縮んでいくんですね。で、そうすると、すべての M に関して共通部分を取ると、実はこれ1次元になっちゃう。この条件で。これだけは。テーラーのスロベニウスで固有ベクトルのスカラー倍、正のスカラー倍しかもう許されないということが分かってしまいます。で、これもペロンフラベニウスの定理って言います。だから、ペロンフラベニウスの定理って言ったときは、これも一部です。だから、こういうふうに、これだからどこまでも伸びてるわけですね。これだと2段とか4段。4段は下まで伸びてるっていうことから、このデルタの2乗のここに入ってるってことがわかるんですが、さらに6乗、8乗、あともっと3乗、4乗って全部、この下まで無限に伸びてるところにトレースがちゃんと決まってるっていうことから、すべてのデルタ M 乗のゾーンに入ってなきゃいけないってことがわかって、それで、もうペロンフロミニウスの、ペロンフロミニウス固有ベクトルの分子が自由ではない。で、しかも、1の行き先が1っていうことから、スカラー倍の自由度もなくなるので。だからこれによって、用のトレース。だからトレースって言ってるのは、トレース XY イコールトレース YX とか、1が1に行くとか、正のものが正に行くとか、そういう条件のことですが、今これ1つしかないと。今定義した。
だからこれでそのトレースが、今、だから今なんか人工的な定義をしたように見えますが、あれ1種類しかないということが、まあ、分かる。で次に、今度はこういうものかな、K が。A より L が大きいときに、こういうものを考える。だから AK は AL に入ってるんですが、その中で AK のプライム、このプライムの記号はこういう意味です。交換するっていうね。これは AL であって、すべての AK と交換。これが定義ですが、このダッシュの意味は交換するっていうんですが、AK の弦と交換する。これを調べると。そうすると、一番単純な場合は、こうなってます。では、これで、この1、2、4ってこうなってるときで、ここのところが M2C で、ここのところが M4C なんですが、これはどういうふうに入ってるかっていうと、テンソル的で入ってるんですね。で、最初の、M2C は、まあ、規定の順番の取り方の順番によりますが、まあ、こう入ってると思えば、そうすると、M4C の中で、だからこれはもっと、ね、規定をエクスプレッシュに書くと、こういうふうに書いてあるんですね。A, B, C, D っていうのが、A, B, C, D, A, B, C, D。こういうふうに埋め込まれて、でこういうもの全体っていうのが 4×4 行列間の中の 2×2 行列間に同型なもの、埋め込みの像になってるんですが、これのコミュータント。あ、これ、コミュータント。交換するものっていうんですね。コミュータントは、これのコミュータントは、ね、コミュータントはこっち側ですね。後ろの点から先。前の方の点数の積みやすと、後ろの方の点数の積みやすが交換することは明らかですが、前の方と交換するものって取ってくると、ちょうどぴったり後ろの方になってきます。でそれは、こういう、エクスプリシットに規定を書いて書くと、こうやってね。A、A、B、B、C、C、C、B。こういう行列全体です。だから 2×2 行列。が 4×4 に埋め込むとき、そのテンソル積の前に入れるか後ろに入れるかで、こっちの2種類のやつがあって、で、それが互いに交換して、書いてないところであるんですね。そういうふうに。これが一番簡単。で、一般の場合も大体こんな感じになってるというのを、これから。これはブラッティリダイアグラムをまた書くと、なんか、こんな風になって、で、ここが AK、ここが AL としましょう。そうしたらですね、こういうものが入ってるんですね。ここに同じものが C、C と長さ K で入って、で、後ろに P と L、E と1、E と2と、ここが長さが L しくて、こういうものを考える。で、C については、は取っていると。
こういうものを考える。そうすると、これでその AK の中の、ものを取ると、これと、これ、あ、これが、あ、ここに書いちゃったけど、これがここの弦ですね。この弦。すると、AK の中の弦は今度は、C1、C2。ここで尻尾をつけると、そう。これが、ここまでが、で、までが、そうすると、これだから基本的に点取る的の時と同じなんですけど、これで、積を取ると、だから、こっちが書いてこっちが XT。そうすると、X は、XY を考えると、あれが先に来て、こっちはあるんだけど、C については取ってますけど、C が、C1 と一致するときしか残らない。で、そのときは、C1 が残るから、こうですね。で、下の方が今度は、どっちだ。イータがイータ2のときしか残らないんですね。だから、こう。こうなんです。これしか残んなくて、で、反対からかけてるもん。こうなってるね。こういうのが交換。これがコミュータントに入っていて、実は、ね、こういうので全部来ていると。だからこういうもののリニアスパンが、コミュータントであるということが、わかります。これは、それは、これで言ったら、ここですね。ここへ来るような、ここの、単位行列。だから AK が、あるね。この単位行列。と交換しないといけないということから、これで言うと、まあ、これ3つに分かれているので、この AL の、どこでもいいから、どっか、例えばここにしましょう。この中で。こんな風になってるんで、そうすると、この単位行列っていうのがこの中で、その、この中では、こんな風になってるね。こんな風になってるんで、その1が、この1がここにいくつか並んでるわけですが、それがその 何倍かに水増しされて出てくるんだけど、とにかく1が適当に並んでることは問題ないです。そうすると、こういうものと交換な条件って何かっていうと、それはこういうことですね。こういう、その1が一部に並んでいるプロジェクションと交換するっていうことは、そのこういうブロックダイアゴナルになっていて、その対角から外れているところがゼロだって、ね。そうだね。だから、それぞれの中で、まずこんな風に、揃って、でこれで、だから、こういうところに来るときに必ずここを共通に通ってないといけないということがわかる。で、あと同じように、もうちょっと考えると、まあ、ちょっとごまかしてますが、ね。あの形しかないということがわかります。星の左上のブロックの中で、この子、ここですね。ここを見ると、さっきの、こういうのの、こういうののコミュータントが
ラッシュがこれだと。これだっていうのと同じ論法で、まあ、ちょっとごまかしてるんですけど、こういうのと同じ論法で、あの形をしてなきゃいけないということが分かる。つまり、ああいうもので線形空間の下の形で書いてる、なんかリニアスパンで、C のところが揃っていて、であと残りこういう形の、リニアスパンになっていることが分かります。これはとても重要です。簡単なことですけど。で、次に、コンディショナルエクスペクテーション。の話をします。これどういうものかっていうと、この言葉は確率論から来てるんですね。確率論から来てるんで、で、こういう、まあ、今、行列、有限次元の場合しか考えてないので、行列感が行列感に入っていると、今、まあ、ストリングアルジェブラみたいな状況を考えてるんですけど、こういう状況で考えます。で、その確率論の時だと、どういうことかっていうと、これ、L インフィニティ関数感が、を考えてることになるので、そうすると、関数感が大きいというのはどういうことかっていうと、で、同じ集合の上で考えると、同じ集合の上で加速関数感みたいなのが2つあって、で片方が大きいってことはどういうことかっていうと、加速集合がたくさんあるってことですね。だから、かかんなとき。それはだから、こういうふうに思って、L インフィニティで X で、で普通、ただ μ とか返したけど、その、ボレル、その加法則も書くと、まあ、こんなふうになって。B、ダッシュ、まあ、ダッシュ。で、これってのは X は共通。だからこれは、だいたいああいうものの非可感版だと気分として思ってるんで、だから同じ集合上に、その加速集合の度が広いと。そういうのが感が大きいってことだと思う。そうすると、ここの関数 F というのを持ってきたときに、これは、小さい加速集合の方で考えると、これは加速じゃないわけですね、一般に。だから F は B については一般に加速じゃないんです。で、その加速でないっていうのは もっと単純にはこういう状況ですね。集合がなんかこう、X1 と X2 に分かれていて、ここの上で定数を取る。ここの上で定数を取る。で、こういうのを F としましょう。そうすると、X1 と X2 がその B' に入っているとすれば、X1 上の特性関数のスカラー倍、X2 上の特性関数のスカラー倍なので、こういうのは加速関数ですね。B' 加速です。だけど、X1、X2 が B には入ってないとすると、
これ、加速関数じゃないですね。切れてるから。で、そう、じゃあ、B 加速にするにはどうすればいいかっていうと、平均化すればいいですね。で、X1 と X2 は、これは加速であるときにしよう。そしたら、この間で適当にこう、値を平均化すれば、こうすれば加速になる。で、こういうふうに、加速でない関数を部分的に平均化することによって、その加速し小さい加法則の方でも加速にする。こういうのがコンディショナルエクスペクテーションと呼ばれるもので、コンディショナルって言ってるのは、こういう、これだとしたら、この X1 と X2 の和集合だけで考えてるって、そういうのが、まあ、で他のところにももっと他にもたくさんあるわけだ。こう部分的に考えてるっていうのが、まあ、コンディショナルで。で、平均化するっていうのが、その期待値を取るってことだから、エクスペクテーションですね。だから、まあ、こういうコンディショナルエクスペクテーションってこういうものなんですが、これが、その、確率分におけるコンディショナル。で、これの一般化。まあ、これの、まあ、類似ですね。類似物と考えて。で、どうするかっていうと、A と B と終わって、簡単なために今、有限次元の関としましょう。まあ、C スターなんですけど。だから、有限次元の、まあ、最要素関なんですが、それは行列関の職場なので、まあ、最初からそうだと思っている。で、トレースがここにある。こういう状況を考えます。そうすると、この状況で A と B に内積を入れることができます。まあ、B、広い割に。B に内積が入る。で、それはどういうのかっていうと、X と Y の内積が、はトレースの、Y スター X。数学のコンベンションは内積が後ろが半線形なので、私 Y の方にスターつけてますが、あの物理の方は。はじゃあこっちがスタートっていうかだからですか、まあ、大した違いじゃないのであんまり気にしないことにして、こっちでやります。そうすると、だからこれ内積の記号で、これも、まあ、ブラケットとか尖った括弧とかあるでしょうが、私は内積は丸い括弧で書いてるので、でストリングの時と同じ記号ですが、まあ、大体間違えないので、こう公開する。これで内積が入ってだからこれによって B をヒルベルト空間と思うことができる。本当は完備化するんですけど、今有限次元だからもう完備化とか関係ないので、だからこれ A と B がヒルベルト空間。こう思うことができました。そうすると、ヒルベルト空間の中にヒルベルト部分空間があるので直交遮影があります。A の直交遮影が。で、それがコンディショナルエクスペクテーションです。で、これがどういうことかっていうと、ヒルベルト空間の方で書くと、
X が大きい空間、Y が小さい空間とすると、内積を取ると、それはこうですね。大きい空間と小さい空間で内積を取ってるんですが、それは小さい空間の方しか効かないので、小さい空間に、これがだから直行しないですね。だからこれが今 EA と書いてあるものなんですよ。内積の言葉で書くとこういうふうになっているの で、内積はトレースで決まっているので、だからこれは今言葉で言うと、コンディショナルエクスペクテーション、EA で書くと。トレースの E、A の X の Y、トレースの、こうなってる。X が、A で Y が小さい。あれ？そうそう、X が大きい方、Y が小さい。こうなってる。上の式を文字通り書くと Y の方にスターがつきますけど、両辺にスターがついているところは最初から Y の代わりに Y スターだと思えば、スターはなくなるので、ない形で書きました。ですね。あってもいいですけど、こうなってる。で、X がこっち、Y がこっち。まあ、ここはなってるし。で、この状況で、さらに、A というのを、ここから、大文字の A の中の弦、小文字の A を取ります。そうすると、トレースの EA の AX の Y、まあ、トレースの AX の Y。で、それは、で、それは、こうなってる。そうすると、ここを見れば、両方 A の弦なので、だから、A と B の X はここ。A と Y がこっち。この状況のもとで、AX が、まあ、こういうことが成り立つ。だから、コンディショナルエクスペクテーションは、大きい間から小さい間に落とすんですけど、その中に引数のところに小さい間が入っていたらそれは外へ出ると。同様に右に戻ります。ああ、こんなふうになってきた。これがコンディショナルエクスペクテーションの一般論ですが。じゃあ、今の状況で、これですね。A の N と N たす1だ。もっと広いところで見るね。N たす1で考えて。これのコンディショナルエクスペクテーションを。選べましょう。でそうすると、大きい方から、こっち来て、で、こっちと比べるんだから、
方キー感から取ってくるんだけど、X の方が、こうなんですが、ちょっと都合により、ここ、ここまでが、なんか大変、ここが1ですが、ちょっと記号を変えておいて、C1、C2、C2- と、こう書いておきましょう。はい。だから長さ1の尻尾の部分だけ、ちょっと違う記号に割り当てました。で、これと、まあ、これが X。で、Y っていうのは今度は小さい間から持ってくるので、こうですね。ニーター1、ニーター2で、ここまでですね。で、共通の尻尾が、長さ1の共通の尻尾がついて、で、マイ糸について輪を取ってるんですが、これが、ここが、で、これが、X と Y をかけてトレースを取るんですね。で、これで、トレースを取りました。そうすると、どうなってるかっていうと、イータについては輪を取ってるんですが、これが C2 プライムの時しか残らないんですね。だからここが、これの時しか残らなくて、もう輪はなくなっちゃいます。こうです。で、さらに、クロネッカーデルタがあるので、クロネッカーデルタが、これとこれ。で、さらに、これとこれが、そうすると、クシー1、クシー1プライム、イータ2、クシー2プライムが残って、そこでまたクロネッカーデルタが出るから、これから、デルタ、こうですか。はい、こうですね。C のインターワン。はい、こうですね。で、で、さらにミューの、ここを、ここだから、C1 ダッシュプライムと C2 プライムだから、ここが一致してないと、残らないので、だからここは実は同じなんですね。ここは同じの時しか残らないので、ここを A、ここを B と。頂点を書いておくと、そうすると、これは、クロネッカーデルタで、あと、長さ N だから、これが来て、μ の B。こうですね、はい。で、これと似たようなものを作りたいんですが、これは、今度は、ここに書くか。今度は、ここに書くと、これだから、ここが A が一致しているときしか残らないので、C1、C2、もうこうなった。と、して A 考えて、で、C、C。で、まあ、ここはもう、ここで止めていいんですね。長さ N のところで考えているので。で、そうすると、ミーター1、ミーター2。C1。あ、こうですね。はい。で、ここがなってきた。で、ここが L です。で、そうすると、あ、ここはシグマがないですね。これ、ここです。はい、すみません。尻尾はもうなくなったので、これの代わりに、ここで閉じて、ここ同じ頂点なので、ここで閉じて、尻尾は取っちゃって、そうするとここで長さが L のところで、入ってて、これ A の弦。で、A の弦で、これでかけて内積を、トレースを取ると、だいたいこれと同じで、C の C2、ミータ1。で、左右がまたこう来て、ミータ2。で、さらに、で、この時は、ベータがマイナス A で、こうですね。そうすると、上と下を比べると、まあ、大体同じですね。ちょっと違いですね。で、どうすればいいか、ぴったり同じになるかっていうと、これに、こういうのをかけてもいいですね。
平分のかな。これをここにかけたと、こちら側にも同じものがあって。で、これをかけると、これがキャンセルされて、ミュー B も残って、で、だからこれが残ってる、これがようなものですね。こうなる。だから、これで分かったことは、コンディショナルエクスペクテーションが下のものだということで、ただしプロネッカーデルタが出ているので、すなわち、E の AN 秒速、これのことですね。ここが長さが2進数。これっていうのは、その尻尾の部分が共通でないといけなくて、まず尻尾の部分がクロネッカーデルタ、C1、C2 があって、でそれ以外は、で共通のときはここで閉じちゃえばいいので、閉じると、でここの、ここ今、B と書いてますね。ここが B、ここが A と。そうすると、ベータ、ニューエーブンの B。で、これ、そして、こうなると。こういう、こういう感じになります。だから、コンディショナルエクスペクテーションっていうのは、1個前に戻すんですけど、1個前に落とすっていうのは基本的には尻尾を捨てればいいんですね。で、だから最初からその共通の尻尾がついてないときっていうのはゼロです。で、共通の尻尾がついてるときはそこを捨てて、あと適当に重みを、うまく調節してやって、あとは尻尾を取ったものになる。これがコンディショナルエクスペクテーション式です。こういうのも完全に初等的なことなんですけど、まあ、この形で書いておくのがいられる。あとで便利になる。これで、次にジョーンズプロジェクション。まあ、そもそもちゃんと言ってなかったですが、こういう種類のことを全部最初に考えた人はもちろんジョーンズで。それでジョーンズ多項式にも結びついてフィールズ上を取ったわけですが、大変残念ながらおととしなくなってしまいましたが、そのジョーンズが考えたものがすべての、出発点 で、ここでやってるバージョンは僕にはって人が考えたバージョンでやってるんですけど、その中でそのジョーンズプロジェクションというのはそのジョーンズが考えたプロジェクションだから、まあ、そういう名前がついてるんですが、だからこのジョーンズ理論で重要な役割を果たすその直行斜影演算子がジョーンズプロジェクションですが、それはこういうものです。2N っていうのがあって、でこれはどこの弦かっていうと、A の N たす1の分です。番号がずれてるのがちょっと気持ち悪いですが、まあ、それは最初に、ジョーンズがこういう番号をつけてしまったので、まあ、ちょっとしょうがないんですが。だから1番から始まるんで。だから1番が A2 に入ってるのが一番最初です。でこれを次のように定めます。まあ、定義式そのものは簡単で、こうです。これも、共通の尻尾が、こう、前、尻尾では前についていて、ここが、長さが、N-2 です。1ですね。
で、こう、そう、こう、こう。で、こうで、さらに頂点を A、B、C、A とか。で、ここでティルダーっていうのついてますけど、ティルダーっていうのは、イータ J のティルダーは、イータ J の逆向き。で、今、グラフはそのどっち方向にも進め、向きがついてないので、どっち方向にも進めるんですが、こういうパスで、グラフで、グラフで、例えば、これがイータ J だとしたら、でも、どっちかの向きに進んだわけで、こうだとしたら、逆、それを逆向きに進んだのが、イータ J ティルダ。だから、ここはイータ、つまりグラフ上で言うと、ある辺を進んで逆に戻る。だから、頂点 A だとすると、これ必ず戻ってきてるね。だから、ここに A、A って書きましたけど、こうなって。で、さらに、まだ、いろいろ、定数がついていて、ベータ、AB の、で、ワオを取る。ワオを取るところは何でワオを取ってるかっていうと、C と、ニータ1と、ニータ2。この3つでワオを取る。で、これも最初に見ると何か意味がよくわかりませんが、で、わけのわからない重みがついてますが、だいたいこのふうに、の、これ、分母ルートがないですけど、これ、μA ルート、μA ルートだと思えば、こういうふうに、のペロンプロベニュース、固有ベクトルの成分の比が出てきて、で、ルートがつくっていうのが必ずいつも出てくる、重みなんです。なんかもういつでもそういう重みが出てくるんで、まあ、そういうところに合わせて頑張ればいいんですけど、だからここは長さ1です。で、これで、上が、n-1、1なので、長さは全体として n たす1です。こういうふうになって、こういうものです。で、これが、これが定義なんですが、これが自分でプロジェクションと言ってるんだから、プロジェクションにあってほしいんですが、これが。プロジェクションという意味は、確認しましょう。そうすると、違う、足す1じゃないですね。何事情です。足す1なわけないですね。事情しても変わらない、スターをつけても変わらないと。それがプロジェクションだということなので、これを確認します。そうすると、スターをつけても変わらないというのは当たり前で、あの式がスターをつけると、イータ1とイータ2がひっくり返って、B と C がひっくり返るんですけど、対称な形してるから、明らかに同じですね。セルフアジョイントのことは、明らかでというから。で、事情なんですが、事情は計算しないとわかんないですよ。それはこうです。こう、この辺、係数は後から書くんですけど、こういうのが2つあるんですが、それで、積を取るので、ノンゼロなところだけ考えればいいので、ここ本当は、C、
こっちの C とここにまた C って別のものなんですけど、ここが一致してなければかけただけゼロになっちゃうので、同じものしか残らない。だから揃ってる場合しかだけ考えればいい。それから、θ1、θ2、θ2、θ3 で、ここで、本当はここに来るのは θ3 なんですが、θ2 と θ3 が違ってたら、かけて0になっちゃうので、揃ってる時だけ考えればいい。だからこう。こんな風になっていて、で、頂点に記号を書いていくと、ここが A で、ここも同じのしかなくてないから、B、C、C、D、A、A。こういう状況で考えればいい。で、重みが、ベータが2乗で、ニュー A が2乗で、ニュー B、ニュー C、で、和を取っているものは C と ETA1 と ETA2 と ETA3。このように和を取っています。で、こうなってるんですが、ここで、かけると、かけると、そのクロネッカーデルタで真ん中が落ちるわけですが、で真ん中が今、ここで同じものが書いてありますから、これが、ここが落ちるわけですね。そうすると、残ってるのは、これですね。C が、これの左側とこれの右側だから、C、C、ETA1、ETA2、これで、だから基本的に元と同じ形をしてるんですが、違ってるのは何かっていうと、このうち、このうちこの係数が、さらに係数が、係数がですね、あの式を分けて書くと、これですね、ミュート C っていうのが事情で効いてるから、ルートが外れて、ミュー C が残って、それからミュー β、ミュー A が1個残って、それからミュー B、ミュー B が残って、ミュー A、β がもう1個。そうですね。この係数を、この係数を2つに分けて書きました。で、そうすると、でここで ETA2 に関してはワードってるんで、ETA2 っていうのはつまり A から出発して、どこで C がいろいろあるわけですが、この ETA2 を動かすっていうことは C が、A からつながってる C がまあ何本かあるわけですが、その C について newC でここでワード取りなさいっていうことですね。そうすると、A から見て隣のところの newC を全部足すわけですから、これがベータ倍の newA です。で、分母にベータ倍の newA がありますから、これがキャンセルします。これがなくなる。で、残ってるのは何かっていうと、シグマのうち、C2 の場合は今取ったから残ってるのは、C1 と ETA1 と ETA3 ですね。これが残ってる。で、残ってる形を見ると、前と同じですね。ETA2 が ETA3 に変わっただけで、それは和を取ってるんだから関係なくて、同じですね。はい、で、これは前に等しい。それで、これで EN がプロジェクションだってことが分かって、で、EN たちは次の鑑定式を出す。EN と EM をかけると、こう関係する。ただし、番号が2以上ずれていたらこう関係する。それから、
こういう関係式を呼び出す。有名なテンパーリーリーフ関係式ですね。これを満たすということが分かる。これを確認しましょう。で、今3時までですよね。あ、じゃあ、これからやりましょう。EN。なんかケースはあるんですが、まあ、ケースはあそこのことにして、こういうのがあって、EN たす1の世界で書けるんだから、尻尾をつけておかないといけない。それから、こう来て、ここに尻尾がついて、それから、ちょっと長さだから、ここまでが N たす1で N たす2で N で1。そうすると EN たす1っていうのはここまでで、こう、こう、こう、そうですね。それから、こう。で、こう、こうで、こう、こうで、こう。こういうふうになって、あと、まあ、重みはちょっと後から考えることにして、これでカフェランするんですが、そうですね。ここに、まあ、ここはイーター1、イーターを入れば、そして、で、ここに、イーター2、イーター3、イーターと来るんですが、そうすると、ここは同じものしか来られないので、こうなる。で、そうすると、ここがイーター2、イーターと、すると、ここは逆向きに行ってなきゃいけない。ここでこうなってない。ずっとここもこうなってなきゃいけない。それで、ここがイータスだから、ちょっとここがこうなってない。ここがイータスじゃないといけなくて、ここもイータスキューじゃなくて、ちょっとここもこうじゃなくていけなくて、ちょっとここもこうじゃないといけなくて。こんな風になってる。で、頂点の重みがここが A だとすると、ここが A で、ここが C で、ここが A、C。ここはひっくり返してるんだから A、A、C。で、ここが A で、ここが C で、ここが A で、ここが C。こういうふうに言ってないといけないと。で、ここも、同じし、で、ここは別の理由だから、ね、こうなってる。それで、μa 分の μc とかこういうのがついてるんですが、これがキャンセルするんですね。ベータが3、3つあって、で、μ、A 分の μ B、μa 分の μ C。μ C、μ C、μa、μb、μ C、μb、μl、μb。これがケースです。そうすると、時間ですかね。じゃあ、ちょっと途中ですが、一旦、まあ、あとこれやるだけなんですけど、ちょっとじゃあ、すみませんが、中途半端というか、ここで一旦やってみます。あと、まあ、もうすぐです。はい。はい。ありがとうございます。
質問等ありましたらお願いします。はい、あ、確認なんですけど、はい、今までのところではまだフュージョンカテゴリーの話は、何でもしてない。あ、はい、分かりました。ありがとう。はい、全部準備です。はい。はい、ね、それは明日にならないと出てこないです。明日の後半ですね。あ、はい。あ、コンディショナルエクスペクテーションのところで、はい、確率論と類似のものを、はい、まあ、ヒルベルト空間で考えたいって言って、はい、直行、あ、斜演算子のやつを考えてたと思うんですけど、はい、そこで、どの辺が、ちょっとなんか、おそらく平均を取るところが類似だと思ってるんですけど、はい、その斜演する部分がどういう意味で平均を取るような操作になってるかがちょっとまだよくわかってないです。まあ、普通のだから、L インフィニティでの時もそうなってるんで、L インフィニティで、一番単純な状況だと、微妙は関係ない。もう有限集合とかにしちゃいますね。はい、X が有限集合だとしますね。で、こちら、そうすると、もう L2 も同じですね。そうすると、ここからここへの、これ L2、ヒルベルト空間だから、ここからここへの直行支配となりますね。あはは。で、それを考えると、実はさっき言ったように、その、この加速でない、加速でなかったものを、その、くっつけて、一つの大きな塊で加速集合にして、そこで平均取ってるということになってます。あ、なるほど、なるほど。はい。あ、わかりました。はい。他質問ありますでしょうか。オンラインの方もよろしいでしょうか。あ、すいません。コーリー1の方から質問してもよいでしょうか。はい。はい、コーリー1の方で、バイパータイトグラフで許される、はい、ベータが2か2未満のところで許されるグラフの話、はい、証明があったと思うんですけど、はい、DN、ディンキングラフの DN が許される証明のところで、はい、A の 2N プラス1を使って証明されてたと思うんですけど、はい、そこのところをちょっと、追えなかったので、どうやって A の 2N プラス1から DN の図形を作るか見せていただいてもいいですか。はい。A の正確に言うと DN に対応するのは何だ ?2N-3 かな。まあ、そうなんですけど。こうですね。例えばもう A なのでやってみましょう。A なので。で、ここに μ の1、μ の2っていうのがこうあるんですね。こういうのがあって、で、これでベータが、サイン、2個サイン8分の π でなってるんですね。そしたら、これをくっつけて1つにして、これをくっつける、これをくっつける、で、これは2つに分かれる。こういうふうに考えるんで、そうすると、こうで、こうですね。これで D の5ですね。μ1 はそのまんまこの値ですか。μ2 もそのまんまですか。μ3 もそのまんまですか。で、μ4 は2でもある。こういうふうに置くと、これが同じベータで、こういうベクトルになっていることがわかります。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。はい、他はよろしいでしょうか。あ、すみません。はい。あ、いいでしょうか。はい。あ、僕は、知っている、フロンテーロン・フレムネースの定理って、あんまり、なんか、グラフ理論とかじゃなくて、単にその、はい、行列の話なんですけど、はい、で、それとどうやって風に対応してるか、特にバパイトっていうのが、バパイトっていうのが本質的なんでしょうか。いや、本質的じゃないです。ああ、なるほど。
多分それは隣接行列だと思って、はい、思うとグラフ理論の言葉で言うとこういうことになるっていうことで、はいはい、例えばこういうのがこういうグラフがあるとすると、これ3ここに3個あって2個ですね。でそれは3人行列でこう書いて1、2、バイアジェンシーマトリックスみたいな、そうそう、でこういうのを考えて、はい、そうすると1、2、3、1からバリュー、1からはここにつながっていて、2からはこうか、これが、隣接行列ですね。はい。で、はい、で折り返すってときは、これをそのまま行列だと、今度、電池行列を考えて、A の電池が今度は1100、1001と、こうなっていて、で、これを、どっち向きに引っ張れるのが33にするんだから、A 電池に A をかけるのか。A 点値に A をかけると、これで 3×3 行列になりますね。うんうん、で、それが、ここの2つのグラフをつないだときの隣接行列。で、これに対して、これで正方形行列になってて、これに対してペロンフロビネットを使っている。ああ、なるほど。あ、はい、わかりました、はい。はい、ありがとうございます。はい、他質問よろしいでしょうか。あ、では、終了したいと思います。ありがとうございました。